山崎努君。自民党の山崎でございます。いろいろ質問したい項目があるんですが、私の場合はちょっと基本的な基礎的なことについて、精緻な議論やってる最中で恐縮かもしれませんが、理解する上でも必要だろうということで質問させていただきます。今度の法案、社会保障と税の一体改革とこうなってるんですが、この社会保障っていうものの概念ですね、そして今回出ている4つの項目というのの関連性が今一つはっきりしないんです。そういった点で、もう社会保障の概念どういうふうに政府としては考えているのか、それに似た概念としての社会福祉というのがございますけれども、そこをそれぞれの区分けする定義のようなものを考えていらっしゃるのかどうか、ちょっとまず最初にお聞かせ願いたいと思います。小宮山国務大臣。社会保障制度は病気ですとか障害、それから老齢失業、そうした人生で生じますさまざまなリスクに対して国や地方公共団体の責任で社会保険または公費を財源として現金現物さまざまな支援を行うもので、国民の皆さんの安心ですとか生活の安定を支えるセーフティーネットだというふうに考えています。で、社会保障制度の概念整理ということですけれども、さまざまな分類の仕方がありますけれども、社会保険、社会福祉、公的扶助、保険医療公衆衛生、この4つに分けることができると考えています。これは昭和25年と37年の社会保障審議会の勧告に沿った分類です。で、このうち社会福祉につきましては、障害者、母子家庭など社会生活をする上でいろいろな困難を抱える人たちが安心して社会生活を営めるように公的な支援を行う制度です。で、具体的な社会福祉の例としては、障害者が円滑に社会生活を営むことができるよう在宅サービス、施設サービス、これを提供する障害者福祉ですとか、児童の健全育成や子育て支援、母子家庭への支援などを行う児童福祉、こうしたものが挙げられます。山崎努君。ちょっとそこについての質問の前にですね、今度の、質問に先立ってというか、ちょっと資料をいろいろ集めさせていただいたんですが、そこでと思ったのが、いわゆる予算項目、これ財務省の方が主なんですかね、いわゆる社会保障関係費という括りがあります。その金額、例えば年金が8兆1000億とか、医療が8兆6000億とか、こういうふうになっているんですが、今回の問題になっている社会保障4経費と、こういうことが出ておりまして、それが年金が 8.4 兆、3000億増えている、医療が 10.2 兆、1兆6000億増えていると、こういう、この食い違いっていうのは、これ、国費ベースの比較ですから、地方を抜いて比べているからいいと思うんですが、そこの違いというのはどういうところから来ているのか、まず説明していただけますか。安住財務大臣。先生ご指摘のように、社会保障関係費と社会保障4経費の中には開きがあります。例えば年金ですと、今先生ご指摘のように社会保障関係費の年金は 8.1 兆で、社会保障4経費の年金は 8.4 兆ですから、差があります。で、この中身の主たるものとしては、国家公務員共済や私学共済にかかる基礎年金国庫負担分の2000億円程度を上げたりしていると。ですからその分増えていますということでございます。医療費につきましても 8.6 兆円というのが 10.2 兆になっております。で、この違いについては、これは生活保護の医療扶助、障害者にかかる医療費等公費負担費ですね、公費負担医療費等がここに入っていると。介護につきましても約2000億円程度違うわけでございますが、生活保護の介護費や介護予防などの支援事業をここに入れていると。つまり先生にも お渡しさせていただいておりますが、社会保障関係費の中のこの生活保護等のお金を取り出して、これを年金、医療、介護等の4経費に分けて積みますと、今私どもが提案している 22.8 兆の元になる 8.4、10.2、2.5 兆円になるということですから、恐縮でございますが、ここには差があるということをご理解いただきたいと思います。山崎努君。その上でということになるんですが、今までの
議論の中であまり取り上げてなかったのかもしれないんですが、いわゆる社会保障関係予算という項目の中にですね、年金医療介護保険給付費というのがありまして、24年度で、19兆何がしということで、うち年金医療介護とこうなっているわけですね。ここに子ども子育てっていうのはないわけです。そして生活保護費っていうのは別にあって、おそらく今回の予算の中で少子化対策費というのは、社会保障関係費ない項目で、おそらく主に社会福祉費の中から出てきている数字ではないのかなというふうに思ってるんですが、この辺の考え方というのはどういうとこから来ているのか。もっと言えばですね、今度の一体改革というのは社会保障の対象、今までの概念でいう社会保障の対象に少子化を加えた形になっていると。これが特徴だと思うんです。この理念設計というのはどこにあるということか、ご説明願えますか。安住財務大臣。私からまず金銭的なことを申し上げまして、理念的なことは厚労大臣からお答えさせていただきます。この少子化の 1.8 の内訳は何かと、どこから来ているのかということでございますが、先生がご指摘ありましたように、社会保障4経費の中には児童手当の 1.2 兆や、保育所運営費の 0.4 兆等が含まれておりまして、今先生からご指摘にあった社会保障関係費の中の社会福祉費にこれは含まれている額でございます。小宮山国務大臣。ご承知のように日本の社会保障給付、これは高齢者向けが給付費全体の 70% を占めるのに対して子どもが 4% ということで、これは先進諸国の中でも子ども子育て支援が非常に足りないと。いつも総理もお話をしているように、給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心という今の制度を見直してですね、より現役世代の子育て世代の方にも受益感のある、そういうものにしたいということで今回少子化ということを含めました。それで消費税収の充当の対象を産経費から子育てや高齢者以外の医療にも広げまして、社会保障4経費とし、子ども子育て支援の量的質的拡充を図りたいと思っています。でこれは自公政権時の平成21年度の税制改正法の附則104条の考え方を踏襲したもので、社会保障目的税化と消費税の引き上げを通じまして、必要な社会保障の安定財源を確保して持続可能な仕組みを作ると。で子育て分野をはじめとしまして、社会保障の充実安定化のための一体改革、これはしっかり取り組んでいく必要があると考えています。浜崎勤君。という経緯のようでございます。私もそのように理解しているんですが、そのことが結局今回の社会保障というものとですね、消費税の関連から考えますとね、普通の今までの社会保障という概念の中でくくられてた対策から子供を引っ張り込んできて、それで皆さん理解して消費税 OK してくださいと、そういうふうに見えるわけです。これ果たしてそれでいいのかなと。言葉を変えますとね、これは質問、今の形では質問通告してないんですが、問3の絡みで言えば、社会福祉のまま、福祉のままに子供の経費を、項目を立てて、そこに消費税を使うということで、なぜ悪いんだということですよ。要するに、社会福祉、4項目に限るということでですね、子供の社会福祉と社会保障の概念をに対して、なんていうか、曖昧さがそこに出てきちゃったと。今までの社会保障の考え方からいけば、みんなで金出し合って、それで保険金を積んで、困った人に、というか、そういうのが必要になった人に分け与えましょうと。こういうことですよね。これ後で、質問に絡んできますが。ところが、生活保護等はですね、そういうお金がない人にも、それなりの生活ができるようにということで、保険制度でないところでの予算の中から使ってたと。だけど、それは一つの、考え方として、社会保障関係費として入ってたと。それが子供というものが別立てにして、しかも今度の4つの項目の中に入れたというのはね、テクニックとして、技巧的にこう国民の方に納得していただくためにはこれがいいんじゃないかという感じはわかるんだけれども、いわゆる
税をどう使うかというための歳出項目の分類からいくとですね、いささか無理があるんではないのかなという気がするんですが、その辺についてお考えを聞かせて願いますか。小宮山国務大臣。委員が冒頭ご質問いただいたように、社会福祉と社会保障の整理からすれば、理念的にはそういうことだと思います。ただ、今回の心としてはですね、先ほど申し上げたように、子ども子育てに非常に支援が少ないと、そこにしっかりと財源を確保するという意味では、またご負担いただく世代の皆様にも、ご負担を納得いただくために、社会保障の受益感を持っていただくためには、ちょっとそこから取り出した感はございますけれども、高齢者の産経費だけではなくて、子どもにも当てますよということを、そういう意味ではそこは見えやすくなっているかなというふうには私どもは考えています。山崎努君。高齢者と言いましたが、医療は別に高齢者に限ったことではありません。そういった意味で、これ少し法律この一体改革っていう以上はですね、少し理念系に戻って整理して分かりやすい形で国民の方に税金をお納めいただくという姿勢が必要だと思うんですが、かえって今回のことでですね、分かりづらくなっているという気がいたします。と申しますのもですね、地元に帰って一般の方と話すと、今度の一連の改革、我が党も賛成するということになったわけですから、こまごましたところのことはともかく、大筋ではどうのこうのというつもりはないんですけれども、一番の問題はね、我々一生懸命稼いで税金払ってると。ところが、生活保護の人たちは、この間、マスコミでも報道されましたけれどもね、最低賃金で働いてて、1ヶ月働いてて、それで、同条件の人と比べたら、働いた方が生活保護もらえるよりも低いっていうところがね、あるわけで、これはもう今に始まったことじゃなくて、いろいろ事情あるのは知ってますし、我々の政権時代からの懸案でもあるわけですけれども、これはいくらなんでもひどいんじゃないというところがあります。それからもう一つ言えば、多少多くてもですよ、実収入が1万2万多くても、その人にとっては、人様の、なんていうか、元で働いてですね、苦労もする嫌な思いもしても、その稼ぎが1ヶ月実質1万円だ2万円だったら働く気になるかっていう話なんです。その辺のところをどういうふうにこの生活保護制度と考えていくかというところが、今回の一体改革の中で一番私は陰で問われているところじゃないかと思うんですよ。その辺で一般の納税者に対して不満を持たれているということが本当に政府側に伝わっているかどうか、その辺の対策どうするかどうか。これかつて、同僚議員からその生活保護の問題、指摘されたことがあって、それはそれでお聞きしますが、まずその辺に対する考え方、構えというものをちょっとお伺いしたいと思います。どちらでも結構ですが。小宮山国務大臣。それは多くのご指摘もいただいていますし、やはり国民の皆さんに信頼できる制度にするためにも、これまではですね、政府側として、生活保護制度と最低賃金と年金はみんな違う制度なんだからという説明をしてきましたが、それではとても納得が得られないということで、一つは5月に立ち上げましたけれども、その低所得者の皆さんへの社会保障をどうするかという検討会、これはもともと総合合算制度を考えるための研究会だったんですけれども、そこで、その生活保護と最低賃金、また年金とのその相互の間の整合性をですね、議論をいただくことにしているというのが一つございます。それからおっしゃったように、最低賃金が生活保護を下回るというのは、これはどう考えても納得のいかないところですので、これは先日中央最低賃金審議会で目安をまとめましたけど、これから2年以内に計画的に解消に取り組んでいくということで、これからまた各地方でお願いをする。それからまた生活保護の基準につきましても、5年に1度のデータをもとにした見直しを今年の末までに行いますので、そうしたことを合わせてやっていきまして、また生活支援戦略も秋には作って、なるべく生活保護の皆さんに働いてもらえるようなことを民間の皆さんの協力も得て伴走型でやりたい。その際には働いたことがそのインセンティブになるように、就労収入を積み立てる制度なども考えたいと思っていますので、そうしたことを総合的にやっていく中でですね、それぞれの制度が信頼いただけるものになるように努めていきたいというふうに考えています。山崎努君。
おっしゃってることはその通りなんだけれども、それじゃあ実効性を期待できる答弁かといえば全くそれは期待できない。なぜならば今までもそういうふうなこと、正直なこと言いましてね、我々の先輩も似たようなこと言ってきたんですよ。そして、我々しがらみがあったんでしょう。そういったことを指南された部分もあって野党になったわけだけれども、いろいろおっしゃってた、そして今政府与党になられた皆さん方も同じような対策しか取れてない。そしてしかも今何が一番問題かといえば、消費税を上げないとこの国も持たないよということだと思うんですよね。だからこそ今この問題まで考えないとですね、将来向かっての税制あるいはこういった、保障制度というんですか、社会保障制度あるいは社会福祉制度を持たないという感じが私するんですが、その辺についての、考え方というものが政府全体としてまとまった形で聞こえてこない。特に厚労省関係、今度社会福祉のことなんですけど、後でもまた質問させていただく予定ですけれども、午前中やった同僚議員の医療関係のことも含めてですね、総合的にっていう言葉が一番僕が最近嫌悪感を感じることになりました。総合的っていうのは、ここ具体的には説明がつかないから、丸めて何とか納得してちょうだいよっていうのと同義語なんですね。便利な言葉で、他に使いようの言葉も見当たらないもんだから私自身も使うんですけども、その総合的っていう言葉を使うときのですね、なんていうか自己嫌悪感というのを持っていただきたいなと思うんですよ、政府側に。そしてその一つの例として生活保護の医療費の問題です。一般の方々は生活は確かに厳しいかもしれない、うちはそこそこやってる、だけど生活保護の人っていうのはいいよねっていうのは一つこれなんですよ。今普通に暮らしてても何か重病大病になったら今の生活維持できるのか、これが一般の人たちの特に中高年になった方々の不安の第一なんです。その点生活保護はいいよねとこうなるわけですよ。そこのところを含めてこの生活保護の医療制度、そこの不正受給、これはある意味非常に重大、もちろん教育費のあれとかありますけれども、一般の方から見ればそこが一番のポイントだと思いますんで、その辺について、考え方をお聞かせ願いたい。小宮山国務大臣。今の増え続けている生活保護費の中で半分がこの医療扶助ですので、そんな不正を適正化していくというのは当然のことだというふうに思います。今何をしているかといいますと、診療日数が過度に多い人、これについてはその全員を対象に受診の指導を実施をしている。また長期間入院している人についてもその全員を対象に入院の必要性を調査しまして、必要がない場合には退院を支援している、こうしたことをしています。また今年度中にですね、電子レセプトの機能強化を図って、その適正化の対象となりうる医療扶助受給者、医療機関を、容易にこの抽出ができるような、そういう取り組みを新たに開始をいたします。そして先ほども申し上げた今年秋をめどに策定いたします生活支援戦略の中で、こうした取り組みも含めて医療扶助の適正化策、これは先ほどおっしゃったように言うだけではなくて実効性のある取り組みを進めていきたいというふうに思っています。山崎勤君。私がこういうふうなことを申し上げるのもなんですけどね、そこの実効性あるというのは本当難しいんですわ。要するにあるお医者さんに行って、どうもよく治らなかった、その時に、別にいいお医者さんがいるよっていう言葉かけられて、じゃあそっち行ってみるか、そこでもうまくいかない、そうすると自分の病気が治らなければですね、いろんなところのお医者さんに行くことができるわけです、今の制度で言えば。そしてその都度医療費を払ってもらうといいますかね、一般の方はある程度3割なら3割負担するんだけど、生活保護の方は、ただですから。そしてもう一つ言えば、時間もある方多いんで行かれると。それが
医療費を膨らませている一つの要因になっているということは容易に想像つくわけです。そして悪い人はそこのところで、もらった薬をですね、溜め込んでネットで売るなんていう人も出てくると。まあ、数は非常に割合が少ないと思いますけど。ただそれをね、どう規制するかというと、あなたは一回この病院なりこの病院行って診察しなさいと。そこでそこの診断に受け入れなさいと。こういうことを言わない限り、本当の意味での実効的な対策にならないんですね。ただこれを本当にやっていいのか。生活保護なんだから、行くべき病院はしっかりした病院なんだから、そこでの診断に満足しなさいと。これは非常にある意味合理的です。だけど日本の国民感情としてそこまでやれるのかね。じゃあ二つまでやらせるかっていうようなことも考えることはあるんですけれども、僕はこの問題を考えたときに、そういったことを考えると本当に実効性がある対策取れるのかと。もう一種の故意犯って言いますかね。そういった人たちはこれは別ですけども。そういったところと同時に、その生活保護を専門にやっている医療機関というのは関西に結構あると。その最大の理由は何か。問いパグリがないからだと。支払いが公だからだと。これも一つの現実でございまして、でそこまで考えたときに何が今の医療機関で、一般の医療機関で問題かといえば、取りっぱぐれがあるということなんですよ。そこまで考えてらっしゃるかどうか、制度として。てなことを考えていきますとね、先ほどおっしゃられたことが、どうも お役人の、言葉で、なんとかこの場をしのいでいこうと。もちろんそれを実行したいという方いらっしゃるんだろうけど、今まで本当に苦労して やりきれてこなかったという反省といいますかね、自制の姿勢が見えない。それでこの方いいんだろうかっていうのが現実に私の今の考えなんですけれども、その辺について何かお考えあるでしょうか。小宮山国務大臣。今ご指摘のあった医療機関につきましても、これまで取り消しというようなことはあまり行われてないんですね。ですから、その指定の要件とか、期間をもっと有効期間を短くするとか、取り消しもきちんと行っていくようなことも含めまして、今回はこの生活支援戦略の中にいろいろな柱を盛り込んでいますが、これはいろいろと海外でもやっているようなその就労支援などについても、イギリスとか韓国でやっているような NPO とか、福祉的なその事業を行っているところとも共同してやるとかですね、いろいろな実例も元にして実効性のあるものを立てていまして、それは国家戦略の日本再生戦略の柱としても入れてますので、これは形だけではなくて本当に政府を挙げて取り組めるように、国民の皆さんのご関心もこれだけ強いですし、社会保障の維持と充実のためにご負担もお願いをしているという今のこの時点でですね、本当にそこは危機感を持ってちゃんと対応しなければいけないと本当に私どもも考えているところです。山崎努君。次の問題に移らせていただきたいと思いますけど、今言葉尻の問題なんですけどね、正直言って実効性のあるプランを織り込んでおりますって言いましたですよね。本当に実効性あるのかどうか保証の限りじゃないです。逆に言えば、今まで本当にそれが実効性があるなら、今までなんでそれがやってこれなかったかっていうことを、それこそ立法府の人間として、議員として厚労省の司をなっておらいられる大臣としてはね、そこまで分かった上で実効性があるという言葉を使っていただきたいんですよ。僕はとてもその辺実効性があるということを、ただ大臣これはこうこうしかじかで実効性がありますよって言われた、あそうだねと納得して言われてるような気がしてならない。それじゃあなぜ今までそういう実効性のあるプランが実行されてこなかったのか。そこまでお聞きになりましたか。その最大の理由は何だと思いますか。まさか予算が来なかったからということじゃないと思いますよ。もし、反論というかその辺あったら議論を深めてもいいんですけども、そういうところまで、質問通告もしてませんし、そういう言葉尻の問題ですから、これ以上こちらの方としては、答弁求めません。それでよろしいでございますか。小宮山国務大臣。
どこまでやれば十分な議論をして、十分に私が認識をした上で言ってるかというのは、それは受け取り方によって違うと思いますが、このことについては省内でですね、相当力を入れて今回やっております。私もその中に入ってやってますので、そういう意味では言葉だけということではなく、私としては全力を挙げてやっているつもりですが、それがどうなるかということは、やはりその結果を見ていただかないと、ご納得はいただけないのかなと思っています。山崎努君。いや、この問題で時間取りたくないんですけどね、議論されてるってわかるし、実効性があるんだろうなと、実際にいい結果をもたらすんだろうなと思って、議論されて出されたことについてのことを申し上げてるわけじゃないんですよ。それはその可能性十分あると思います。おそらく、中身聞かなくても。だけれども、それじゃあ、それがなぜ今回実効性を持つということを確信されたのか、ということは、以前そういったことがなぜできなかったのかということが分かって、その上でそのハードルを超えることができたから今度実効性が十分あるものだと断言できるようなことになると僕は思ってますんでね。その辺のところのことまで分かった上で言われてるのかな。そうでなかったら今度は実効性のあるものを出しました。今までは出してなかったんでね。ということになっちゃうわけでございますので、その辺をぜひご理解願いたいと思います。時間の関係で飛ばして次の方に行きたいと思います。今度は、国と地方の関係についてお伺いしたいんですよ。社会保障、これ現場は、地方ですよね。まあ、文章、時間の関係で読みませんけれども、そういうような認識されております。そして、そうなったときに、今回も含めて社会保障における国と地方の役割分担、関係というものについてどのようにお考えでしょうか。川端総務大臣。全体として国と地方の関係は、これは地方自治体法にも書いてありますけれども、できるだけ住民に身近なところは地方自治体が責任を持ってやる。そして、それができかねない、できかねる国全体の部分は国がそれを補完するということで、対等の立場で、地方の自立性、自主性を生かした中で役割分担をするということが基本だということであります。そういう意味で社会保障についても同じ考え方でありますので、国と地方公共団体が適切に役割を分担する、それとともに、地方公共団体の自主性及び自主性が十分に発揮されることが重要であるというふうに思っています。そういう意味で今回もですね、今の 4事業をどういう役割分担しているのかということで整理する中で、国と地方の協議の場を通じても国と地方団体も十分な議論の中で全国レベルのセーフティーネットを国が分担する、地方の実情に応じたきめ細かなセーフティーネットは地方がやるということで、お互いが支え合って地方社会保障を安定的に実施していくことを基本とするという考え方でやってまいりました。小宮山国務大臣。今、総務大臣お答えになったとおりでございますが、国と地方の協議の場でも、非常に侃侃諤諤大いに議論をさせていただいていまして、国としましては全国レベルのこうセーフティーネットの制度を設けると、それに合わせてやはり現場である地方自治体が、それぞれ地域に応じた形でですね、その制度をどういうふうに活かして具体的な計画を設計をして実行するかという、そういう二重のセーフティーネットを作っていくということだと思っていますので、今後とも地方がとにかく現場ですからご意見も伺いながら、そうしたことがこうスムーズに運ぶように努めていきたいというふうに思っています。山崎努君。そのちょっと次 の, 僕のあれの前に考えを言う前に、この僕が感じていることの大きな問題意識というのはですね、国と地方ってよく言うわけです。ところが、地方っていうのは一つじゃないんですね。47都道府県もあれば、市町村もあるわけです。そしてそれが、国なら少なくとも役所であればですね、一つの利益共同体みたいなところがあって、整合性のある政策をやるんですけども、地方はそうは言ってられない状況があるわけです。最初にその点でですね、地方といった場合の国、今、皆さん方政府、国の立場から、
地方といった場合の都道府県と市町村の役割分担というのはどうあるべきだと思ってますか。それともそれはそれぞれに任せるべきだと思ってますか。川端総務大臣。都道府県と市町村の役割も先ほど国と地方というふうな考え方を申し上げましたけれども、まずは基礎自治体である市町村ができることは行っていただく、そして市町村でできないことは広域的な自治体である都道府県が担うという、これも補完性の原則を基本として都道府県市町村がそれぞれの役割と責任を持て果たすことができるようにすることが重要であるという考え方でございます。住民によりより身近な市町村にできる限り役割になってもらうというこの考え方は社会保障における都道府県と市町村の役割分担についても当てはまるものであるというふうに考えております。小宮山国務大臣。基本的には考え方は今総務大臣おっしゃった通りですが、社会保障分野で具体的にどういうふうな役割分担をしているかということを少し申し上げますと、市町村は一番こう身近な基礎自治体として例えば介護保険や国民健康保険などの地域保険制度を運営をする、また障害者や生活保護受給者などに対する福祉施策を実施をする、そして母子保険や予防接種検診などの保険対策などを主に担っています。で都道府県は広域自治体として市町村間の広域調整ですとか技術的財政的な支援を行うほか、病院や介護や福祉の入所施設などの整備提供体制を確保するということ、児童虐待への対応などの専門性を持つ福祉施策を実施をすること、感染症対策などの専門性広域性を持つ公衆衛生対策などを行っているというのが一応中での役割分担になっています。で今回の社会保障制度、私も子ども子育ての制度設計などに実務として当たりましたけど、都道府県のお考えと市町村のお考えが違う部分も結構ございます。それがやはり受けるそのサービスを受ける側にとってどういう役割分担をして相互に補完していただくのがいいかということを考えながらやってきていますので、それは個々についてきめ細かにそういうそれぞれの実情をお伺いしながら整合性を持ってできるようにしていきたいというふうに考えます。山崎努君。いわゆる総論としてはその通りだと思うんで、それ以上何も付け加えることも引くことないと思うんですが、各論としてやっていく場合ですね、じゃあどういう方針でやっていくのっていうところが今の答弁聞いてですね、県や市町村の担当者分かるとはとても思えないんですよね。結局ケースバイケースって言ってるだけじゃないのと。違うんですか。小宮山国務大臣。ケースバイケースというか、例えば今回やる子ども子育て支援のところでは自治体がこういう役割を持ち、都道府県はそれをこういうふうにバックアップするというような具体的な制度設計をしています。そういう形で個々違うといえばその制度によって違いますが、総体としてはやはり今先ほど申し上げたような考え方のもとでそれぞれの制度がよりよく動くように役割分担もしていただいているということだと思います。山崎努君。その時の地方自治体での働きですね、それから地方自治体におけるそれぞれの財政状況、そういったものをどう勘案するかっていうのが大きな課題になってるわけですね。例えば何でもいいんですけれども、保育所等の問題で待機児童っていう言葉がありますけれど、地方にはあまりないんですよね。やっぱり大都会の問題だと。青森県でもほとんどいない、一桁だとか、10人単位で100人はいないだろうというふうに言われてます、全県で。そういうところにお金出すっていうことは、大変だってお金出すっていうことは、その分のお金が都会に行くっていうことですよ。逆に言えば。子ども子育てに関して見れば、それじゃあそれに匹敵するような支援というものが、地方に行ってるだろうかっていう感覚を持たないといけないと思うんですね。これはある意味被害者根性だって言えば、そう言われても仕方がない部分あるかもしれませんが、これだけ子ども子育てやりますとこう言っててね、その中身の予算の行き先見たら、ほとんど大都会じゃないのと。ただでさえ人口の減ってる地方において、どうするんですかっていうふうな、
考え方というか、受け取り方をされても致し方ないことだと思います。よっぽどその辺のところは区分けして考えなくちゃいけない。そして、現場で働いている、これはもう、年金でもそうだし、医療でもそういう保険徴収の問題もそうなんですけども、本当にそれじゃあ医療なんか、我が町で医療機関あるのっていうところもあるわけですよね。そういうところの格差をどうするの？そこまで面倒を見てくれないんだったら、どうして我が村がそういった人たちの、国保なら国保のお金を徴収するのが必要なのと。もちろん、他の町へ行って、医療機関あるということになって保険もちゃんと受けられるから、それは、そんなこと言わないでということもあるわけですけれども、そういったところをどういうふうにするかというところまで今度の制度が踏み込んでるかなっていうと、私はそうは思えないところがあるんです。それで、極めつきは、この反省あってのことだと思うんですが、これちょっと古い話で、それをもとに反省したっていうふうにおっしゃるのは分かってても、あえて嫌味半分で言わせていただきますけれども、平成23年6月13日、国と地方の協議の場、平成23年度第1回議事録の抜粋、山田さんという全国知事会会長が冒頭の挨拶で、自民党政権の時の委員構成と今回の集中検討会議の委員構成を見ますと、どちらも学識経験者、経済界、労働界、そして NPO を主体とするそうした方の代表者が出ておられると。一つだけ除かれたものがありまして、それは地方公共団体の委員であります。こういうのは出ておるわけですが、こういう引き継ぎは川端大臣、お目に入ってますか。川端総務大臣。今の、経過のそういうことの議事録を私も読みましたのでありましたけれども、実情として申し上げますと、そういう中で、その間から含めて、先ほどおっしゃいました国と地方が社会保障をどういう責任で支えているのかという議論に発展をしていって、そして結果として実情を調べるということから、現実的に今何をどう皆さんがやっていただいているという経過に行きましたので、その分は、私は皆の議論が後ちゃんとできたと思いますけれども、そういうことが議論があったことは私も聞きました。はい。山崎勤君、申し訳ない言い方すれば、最初の出だしがこうだとですね、後でしまったちゃんとそれやんなきゃと思ってリカバーしても、スタートの段階でそこまで思い及ばなかった政権だったという、これは古傷はやっぱり持っていただかないといけないわけで、でそこのところで、質問させていただきたいのはですね、お金のというか税収といいますか、財政力の少ない自治体とそうでない自治体、もっと言えば交付税の交付団体と不交付団体、そこの差で本来であれば社会保障っていうのは下がっちゃいけないんですけども、これはどうしたって出ざるを得ないわけですよ。で、余裕のあるところは、あるいは余裕がなくても、そこの政治的な部分でですね、子ども子育て支援をしましょうと単独事業としてやってるところもある、やりたくてもやれないところもある、その辺のところをどうやっていくかっていうのは、これ本当に難しい問題だし、交付税措置でそこまでやれるのかっていう問題は当然あるわけですし、ただ今度の消費税の値上げに関してみれば、そこのところに関わってくる部分もどうしたって結果的には出てくるわけですよね。その辺の発信が全然というほど聞こえてこない。だから今度の改正で具体的にうちの村には町にはどういう形でこの制度が出てくるんだろうと、影響してくるんだろうということを、もちろん、町村長会とかそういったところでは議論されているかもしれませんけれども、現場にはまだまだ降りてきてないし、理解も進んでない、不安が残ってる、その辺のところについてどういう日程感でこれからこの問題、地方にのそれぞれの現場に下ろしていく予定なのか、ちょっとこれ質問通告してなかったんですけど、日程感
これからの予定というものがあれ分かれば教えていただけませんか。川端総務大臣。法案審議中ということで、一定の限界があるんです、ございますが、最終的にはですね、この社会保障の充実として 2.7 兆円程度ということが、今度新たに 1% 分ということであります。これに伴って地方負担についても一定程度増加するということになります。具体的な充実の内容は、さらに検討していくことになりますけれども、あえて、現行の国地方の負担割合等を参考にして、試算してみると、国が 1.85 兆円に対して地方は 0.85 兆円程度になるということであります。で、こういう地方の負担増が具体的にどうなっていくのかということも含めてですね、これは当然予算編成の時にはしっかりさせなければいけない。これが一番大きな日程感としてはもうそれがリミットでございます。で、そこではその総額は地方財政計画に適切に反映すると。そしてその、どういう項目をどうするかというのも、これも進めていく中で、基準財政需要枠の参入法についても十分検討して適切に算定していきたいというふうに思っております。山崎総務君、そこで要望ですけれども、これはそれぞれ市町村、統治能力というと言葉硬くなりますけれども、差があるのも現実です。よくやってるところもあれば、どうしても問題があると言わざるを得ないところもある。それをまとめて面倒見なきゃならんというのが総務省の役割で、そんなひどいところに国の予算を使っていいのかというのは財務省のあれで、お二人ともそこのところのちゃんちゃんバラバラはもう何十年来の争いを引き継いで来年度の予算編成に当たると思いますが、今回の社会保障というのの考え方をぜひご理解した上で地方の現場に違和感のない形で、やっていただくように要望したいと思います。そこで、質問なんですが、これは民主党の何て言うかな、スローガン主義というか、そういったところもあるんですけども、我々は地方分権と言ってたんですけど、地域主権って言葉を使いました。その中で、今回の案における引上げ分の地方税収の地方分についてですね、これは全部社会保障に使うんだと、こういうふうに言っておられる。それはそれで現実はそうかもしれない。しかし本来の趣旨から言ったら、地域主権の趣旨から言ったら、自由にその地域の考え方に基づいて何に使うかっていうのは、それが地域主権の基本的な考え方じゃないですか。それに反しませんか、この制度は。今回の制度は。いかがでしょう。川端総務大臣。今回は、国、地方を通じて社会保障の安定財源の確保ということを、主にして、財政の健全化ということで、こういう、消費税の改正をお願いをしているところでありますけど、先生おっしゃるようにですね、地域主権を改革を進めるという基本的な理念で言えば、地方団体の財政運営の自由度を可能な範囲に高めていく、そして、使途は限定しない形で地方税の充実強化を図るというのは、これ大原則であるというふうに思っております。こうした考え方って、これまでも、先ほど山田会長のお話ありますけど、地方団体といろいろ意見交換する中でも、しばしばですね、地方関係団体からは、地方消費税の充実を含む地方の一般財源の確保などを求める意見が述べられてきたことは事実であります。これは私は基本だと思っています。そういう意味で、今回の改革の趣旨、それから地方分の消費税収の社会保障財源化については、国と地方の協議の場などを通じて、地方団体に対して、今回はこういう背景だからということで十分説明をする中で、ご理解を得るべく努力をしてまいったところでございますが、法案成立後の運用にあたっても、地方団体の意見も踏まえて、地方団体の自主性、自主性にも十分配慮しながら対処してもらわなければならないと思っております。山崎総務君、総務大臣、そういうことなんですが、もし財務大臣、反論があればと、これは野暮ですか、聞くのは。安住財務大臣。あまり正直に言うと、大元になりますんで、ただやっぱり、地方も頑張って、自分たちで税金をしっかりやっぱりアメリカとは言いませんけども、それぞれの地域に応じていただくような努力も必要だと思うんです。今は率直に言って、これは自民党政権でも本当に苦労なさっておられました。先生も政治部の記者としても長い間この政治の世界おられるわけですけども、やはりいろいろ言いますけど、最後はやっぱり国にの、増税をするところで、何割かをやっぱり地方へという形での財源以上だったわけで、だからそういう意味では、本当にそれぞれの自治体にとって、とてもこの政治の、担う役割が重くはなると思いますけども、
地方におっしゃる通りこう主権といいますか、そういうものをがもし移るような時代を目指すのであれば、ぜひ課税に対しても頑張ってやっていただくということもあってもいいかなと思っております。山崎勤君、この問題あるともう時間が何分あっても足りない問題で、ただ今の大臣の話するとですね、本当地方の首長さん議員さんはね、名目どうでもいいって言うんですよ。額増やしてくれと、補助金でもいい、自主財源なんてもうどうしようもないんだと、雇用がないんだと、人が減ってるんだと、自分たち地元の事情を知ってるからなんとかそこで頑張ってって言うけど、地元の事情を知ってるから悲観的になるんだって人いるんですよ。私の個人の経験からすると20数年前、青森に帰って県内回った時の知り合いの町村長さんのお宅で現在人が住んでないところは知ってるだけで4軒から5軒あります。無人の家で、合併前も含めてですけれどもね、そういったところを考えてみて、そういうことをやっていくと本当に、地方、特に、軍部と言われているところの救済といいますか再生策は言うは安く行うがなしで、本当に頑張っている方もいらっしゃるんだけれども、そしてマスコミ等はその明るい、なんて言うんだろう、灯火としてそういう人たち取り上げるんだけれども、なかなか難しい。それで地方自治といいますか、そっちの方を言ってる方からすれば、頑張ってる、大したもんだ、大阪なんかひどいもんですよ。あれでやってて頑張ってるって言ってて、交付税ちゃんともらってるんですからね。そういうのが現状だっていうことに対して、もう少しなんていうのかな、現実に即した形の物言いをしてもいただかないと、とにかく選挙向けとは言いませんけど、国民の理解を深めると言いながら、全部これは今度の消費税アップ分は社会福祉に、社会保障に使いますと、こう言い切っちゃってて、自分たちの持って言ってた柱の一つと矛盾していることをあえて、というか気がついてるのか気がついてないかもわかんない、指摘されるまではほっかぶりしとく。この姿勢がちょっと私には納得いかない。ということをあえて苦言の形で申し上げておきたいと思います。最後に時間の関係でちょっと短くなりましたけど、午前中同僚議員が、古川委員が質問した医療費の関係でいきます。これどう考えたって 5% の時、お医者さん方がね、医療は消費という名前にそぐわないっていうんで、消費税を排除されたのはあれですし、おそらく実態から言えば、ただでさえ医療事務大変なのに、ここに消費税のいろんな計算その他の管理が入ってくると大変だと。そしてさっき言った電子カルテなるものを言ったときにですね、これ、聞いただけで、関係者から聞いただけで確証は取ってませんけれども、カルテの管理、コンピューターを使うと。そのためには、まず鍵のかかる情報保護のためにしなさいと。で、パソコンも、指定されたものにやりなさいと。そういうことをやって、それが嫌気させて辞めた80過ぎの細々とというか、長年やったお医者さんで辞めたっていう人、私3人知ってます、個人的に。紙でカルテ書いてて、そういうのは嫌だ。ということで、そういう辞めた方も知ってます。その電子カルテ一つ取っても、若い方はいいんでしょうけれども。そういった中でね、いつまで丸めるんですか、診療報酬を。で、診療、もう、専門家の方たちがいろいろ質問してるから、細かいことは言いませんけれども、科目ごとに、内科、外科、産科、そういった科目ごとに、それぞれに即した診療報酬なんて、アップなんて普通はできないっていうのは目に見えてます。それをまあ大雑把に丸めて、その中に加えて、そして最初のうちはまあまあやってたのが、診療報酬改定でそこのところが抜きで改定されてギャッというふうになって頭きたっていうお医者さんがいることもご承知でしょう、大臣。そういった中で、今回の
まあ 8% っていうものに対して、私は制度論から言って、医療にこの消費税を持ち込むいい機会だと思ってます。これ 8% 抜きにして 10% いったとき、普通税率その他でやるという手もありますけれども、やっぱりある程度、複数税率にしろ何にしろ、患者さん側から、これ持ってこないとですね、いただかないとね、10% までいいよ。だけど、我々の計算からしたら、共通項でしょ。何年も経つかわからないけど、よほどの経済の好転がない限り、10% じゃ消費税収まらない。将来、10年先、20年先は。という意識からすれば、いい機会じゃないかっていうのが、私の、まあ、考え方なんですが、大臣、お考えいかがでしょうか。小宮山国務大臣。もしよろしい必要があれば、また財務大臣からお答えいただければと思いますが、先ほども申し上げたように、今、中央のもとにですね、その検証の場を関係者で作っていますので、そこでその社会保険医療に関する課税の問題についても、合わせて検討をしたいというふうに思います。山崎勉君。まあ、検討してということで、あれなんですけども、それは先ほど、同僚委員会の質問で詳しくなりましたけれども、基本的な税制の考え方として、今度は財務大臣を聞きたいんだけれども、今のまんま丸めた形で診療報酬にぶち込む、これ、どこまで軽減税率、あるいはやるかどうかっていうの問題は別としてですね、なんて言うんでしょう、これは大きくやったから、この大量の時は少し面倒を見るとかですね、そういう恣意的な部分でやるよりは、もうすっきりさせる、簡素化するというのはそういうことだと思うんです、誰でも分かりやすく。これから医療に関しても消費税払うと。払える人は払ってもらうと。問題のあるというか、払いづらい人は、別途、それに対して対応策を取る。これが一番わかりやすい税制じゃないかと思うんですが、財務大臣、お答えしづらい点はわかりますけれども、今のお気持ちをお聞かせ願えばと思います。安住財務大臣、率直な感想を申し上げますと、多分 3% や 5% であれば、まあ、特にスタートの時点の 3% であれば、特別診療報酬に上乗せした方が、まあ、ある意味で、お互い、まあ、面倒もなかったし、いいでしょうというようなこともあったと思いますが、長年こうしてご指摘をいただくと、確かに消費税がこれから、例えば 8%、10% に上がっていくと。我々としてはそれは基本には今回、やらせていただきます。ですから、やらせていただく以上はかなり精密、精緻な議論を、やってはいただきますが、先生のご指摘のことは、これからもそういう丸めるようなレベルでなく、もっと消費税というものの位置づけが大きくなったときに、そこで包含するのはもう難しいから、制度を変えた方がもっと分かりやすくスッキリするんではないかという議論だと思います。個人的には大変、私も、感想としては言いたいことはあるんですが、一度政府の中で、やっぱり実は私もですね、省内でも、どっかの時点ではやっぱり考えないといけない時は来るだろうなということは、申し上げておりますので、そこはやっぱり改めて、先ほど古川先生のお話もありましたけども、様々な、医療に対する制度を全部一度テーブルに入れてですね、議論をするというのは、そろそろあってもいいんではないかと思っております。山崎勉君。最後に厚労大臣ご感想と言いたいところです。先ほどの、答弁以上のことはなかなか出てこないと思いますので、私の方から質問控えさせていただきますけれども、今まではこれ、今度の法律を、消費税という、懸案をですね、上げるという決断をしていただいたということと、我が党を含めて関係者が本当に現時点での条件の中で、しっかりしたと言いますか、最低限ここいらでは受け入れてもらえるだろうということでできた今回の案でございますので、賛成の立場で当然やってるわけですけれども、今日質問させていただいた通り、漢字の基本的なところをぼやかしたまんま、あまりにも世間受けがいいようにというふうに、先ほど来申し上げた点を含めて、
なんて言うんでしょう、言わなくてもいいというか、正直じゃない。一応、地域主権についてもですね、そういった形で今回出されているという、御党の体質が残っているということだけは、明確に指摘させていただいて、私の質問を終わらせていただきます。